原さん、はい、急に、なことで緊急インタビューではありますけど、はい、どうもありがとうございます。お時間いただきまして、よろしくお願いします。お願いします。まあ急ぎね、やはりお話を伺おうと思ったのは、まあ、北海道教職員組合北教組の、まあ、不正資金提供小林議員に対して行われたということで、事件化されてたわけですけど、昨日、まあ、不正に資金提供したということで札幌地検が政治資金規正法違反ということで北教組委員長代理の、永田さんですか、小沢さんですか、自治労の会計責任者の木村みちるさんという方、両容疑者を起訴したんですね。で、まあ、それから北教組の尾関さんと南部さんという方に関しては起訴猶予処分ということになりました。で、小林さんは2人の起訴の後記者会見して離党とか議員辞職する考えはないというふうに、まあ、表明したわけですけど、はい、この間のこの報道というのは一体これはどういう事件なのかとか、何が問題として問われているのかということについての、こう詳細な報道とか、あるいはその冷静な分析とか、まあ、なくてですね、ひたすら、まあ、小林陣営、また、あるいは民主党、また政治の金かみたいな、ちょっとムードに流れたようなですね、バッシング報道的な、報じ方だったんですね。でも問題はどこにあって何があるのかと、その法的な側面からですね、解説されることもなかった。これちょっとですね、きちんと解説してもらいたいなと思ったんですけど、お願いします。まず最初にお断りしておきたいんですけども、私は決してその日教組とか北教組という組合をね、支持するつもりは全くありませんし、そういうその北教組が、どういうことをやってたのか、そして何かお金をね、今回のお金をどこから、持ってきたのかというようなことに関して、それが良かったとか悪かったとかということを論評するつもりは全くありません。また民主党との関係でも政治的に民主党を、その支持しようとかいう気持ちは全くないんですが、ただ今丸見さんおっしゃるように、この事件の報道について刑事事件についての報道なのに、その刑事事件の中身についてほとんど触れられない。そうです。でそこを全部すっ飛ばしてしまって、とにかくその北教組がやってることがとんでもなかった、そして事件になった、で起訴されたのに、検察に起訴されたのに小林議員が辞めないのはとんでもないというようなところばかり報道されてるんですね。私もそれが非常に危ないと思ってます。